満両は、桜草花ヤブコウジ族の常緑小低木。林内に生育し、冬に熟す果実が美しいので栽培され、特に名前がめでたいので染料などとともに、正月の縁起物とされる。高さは1メートルほど。同族のヤブコウジと似ているが、ヤブコウジは高さ10センチメートルほどなので区別ができる。根元から新しい幹を出して、株立ちとなる。葉は、縁が波打ち。 ご精する。葉の葉状に膨れた部分には、強制細菌が詰まった部屋が内部に形成されている。また、葉は光に透かすと黒点が見える。花は白色で7月頃に咲き、小枝の先に3型花樹をなす。果実は液化で10月頃に赤く熟し、翌年2月頃まで枝に見られる。栽培品種には白や黄色の果実もある。 東アジアインドの温暖な場所に広く分布する。日本では関東地方伊勢四国、九州、沖縄に自生するほか、庭木などとしても植えられている。なお、アメリカ合衆国フロリダ州では外来有害植物として問題になっている。いわゆる古典園芸植物の一つで、江戸時代には葉が縮れたりした変異個体が選抜されて、多様な品種群が栽培された。 ありがとうございます。